まあね、先生だったらちょっと実感されてると思うんですけど、うん、才能ってね、うん、何なんでしょうね、その正体を才能知りたいなって、持って生まれたものね、はい、それ感じられますか。やっぱりゴルフ場にいて、うん、こう立ち振る舞いがこう決まってるやつね、はい、これは上手くなる。おお、それは年齢関わらず、なんかぎこちない子はやっぱりいない。そうなんですか、うん、決まってるやつ様になるってなんでしょう、様になる、はいはいはい、ちっちゃい頃大きいちっちゃい関係なくね、はいはいはい、あ、様になるっていうのは上手くなる。立ち振る舞い大事だね。立ち振る舞いの様になってる子を引っ張ってきて教えた方が早いかもわかんない。あのパッティングなんかもね、やっぱり才能だっていうじゃないですか、うん、その辺はどう感じられたんですか。才能だねなんかこの間ある人が松山君のね練習ラウンドを見て、うん、まあ練習ラウンドの本戦も見たのかな、全オープンで見て、うん、とにかくやっぱパッドが上手いと、うん、ドライバーがねまだちょっとやっぱりいろいろ難があったりもするんだけど、パッティングの能力がすごいって言ってたんですよ。そうそう、だからいい選手、日本も行ってもいい、あの選手どういう選手って言ったらパターが上手いっていう、とにかく、うん、パターが上手いって挙げられた選手ってのはやっぱりそこで確実にスコアを作ってくるからね。パターが上手いってのは何なんでしょうか。スカネ入るよね、やっぱりね入る人は入るじゃないですか。入る人は入る、入んない子は入んない。だからこれは何なんですかね。僕が思うには、まあ、構え方がまず上手い。あ、はいはいはい、パターというのはラインに対してフェースを直角にこう当てるわけじゃない、うん、こうポンと、はいはい、その当て方がやっぱりポンとラインに対して2メートルのパターでカップ半分外したと、カップさらにその2分の1外したってなると、上から見た時の角度って本当に1度ないわけじゃない。まあそうですね、はい、カップ2つ外したら多少は2度ぐらい動くけど、カップと4分の1動かしたってほとんど感覚的には分かんないわけだから。でもカップ4分の1ぐらいの幅でセットアップしなければうまく入らないんじゃない。どんなにまっすぐする練習をしてもきっちり置かない、きっちり置いた上で今度それがタッチが合わないと当たって入らないから、それは教えられないよ、センスだね。結局ペースだけ合っててもダメなわけですよね。今度はそれの強弱で切れ具合と合ってこなきゃいけないから、それを一球一球こうできないから、誰でも2回やれば2回目はうまくいくけど、1回でピタッと合わせてぴったりのタッチでこう切れていくっていうのはセンス。センス、まあ教えてはいてもなかなかやりきれるかどうかっていうことなんですね。最終的にプロとしてやっていけるというのはパターの上手い子だね。ショット力もそうなんだけど、最終的にパターが入らないとどうしようもないので。そのパターってのはやっぱりある程度最低限のレベルってありますもんね、きっとね。やっぱり多分プロとして食べていくためには、そうそう、だから、まあ、早くて難しいグリーンに来れば来るほど差が出てくるから、あまり遅いグリーンとかゆっくりとしたところでやらせても差がつかないからね。早くて難しく打って大きく切れるようなグリーンでやればやるほど才能は磨かれると思うんで、まあ、こういう素晴らしいコースを実はお借りしてやってるんだけど、それはもう全てパッティングのためだね。あのほら稼いだ打数って最近ね言われるじゃないですか、うん、であれ結局そのパッティングの貢献度がスコアの絵 の貢献度が 15% だから、うん、その今ロングショットをねやらなければいけないっていうこともあるんですけど、うん、ただその前提としてショートゲームは、うん、どの選手 もう相当なうまさがあるというやっぱ前提があるんですよね。グリーンを外して寄せて1回で入れるっていうのが基本だから、はい、寄せて1回で入れる基本がないのにショット磨いてもね。そういうことだから、まずそこがないとスタートラインに立ってないってことなんですよね、うんうん、そうそう、グリーン外した時どれだけ拾うかじゃない。だから5連続ワンパットとかさ、松山さんよく聞くじゃない、うん、はい、ああいうことが普通にできるからその後スコアが伸びていくわけであって、うん、5連続ボギーになっちゃもうダメだね、うん、普通は5連続ボギーになるよ ねグリーン外すと。それが彼ら寄せて入れて寄せて入れてが次々とできるから基本がすごいできてる、うん、ただそのやっぱりその寄せ盤できる能力っていうのが、うん、まあ、すぐにはこう身につかないっていうところがゴルフのまた、うん、ものすごく時間かかる、時間かかるところですよね。すごい時間かかる。教え子なんかね、やっぱり部屋でパターやっていてね、はい、うん、下パンツ一丁で、はいはい、靴下履いて、うん、スパイク履いて廊下でパター練習をする、はいはい、そういう靴下とスパイク履かなきゃダメなのかって言ったら、これを履かなきゃダメなのか高さが変わるっていうわけ分かります、分かります。それ大事らしいです、かなり。あ、本当？すっごい裸足でパター練習、はい、部屋でやっちゃダメらしい、うんうん、あの僕もそれ聞いたことある。本当？はい、それ聞いてさ、俺昔裸足でパター練習やってたら
それがセンスがなかったね。とにかくだから欧米のティーチングだと、もう靴を変えるなと、要するに靴をあのメーカーを揃えろとかっていうことまで言う人がいる。はい。それをだからじゃあ外でゴルフやるときと同じ靴と靴下を部屋に置いといて、はい、それを履いて部屋で練習しなきゃいけないみたいね。っていう、はい、みたいですね。今のすごいあれかな。鍵かな。みんな今日からパンツ一丁で靴下にスパイク履いて部屋で始めた。関係ないですからね。